はい、どうも皆さんこんばんは、モッピーです。さあやっていきましょう、初めてのモンハンクロス実況プレイ。さあ二つな編、今日はこちらのクエストに行きたいと思います。黒煙王リオレウス、リオレイヤですらあんだけ苦戦したのにリオレウスいけるんですかっていうね、そういう話ですよ。まあどっちが戦いやすいのかはわからないですけど、まあとにかくやるしかない、戦うしかない、勝つしかない、ただそれだけですか。いやー、かなり厳しい戦いになると思いますからね、気合引き締めて頑張っていきましょう。どこだろう、わえー、びっくりした。やりましょう。さあとりあえず一回引きまして、もう真剣にやりますんでよろしくお願いします。一応まあお気づきの方いらっしゃると思うんですけど、一回収録しまして信じられないぐらいボコボコにされたんで動画になってないんですけど、これ2回目です。ありえないぐらいボコられたんで、ちょっと正直マジでこのトーンでやっていって多分できるかできないかぐらいなんで、よろしくお願いします。だからあれですね、タイトルのカットも入らなかったのはそういうことですね。もう完全に対策練りまくってきたんで、そういつもと多分持ち物もだいぶ違うんですけど、よろしくお願いします。多分二つなんて回ですらそのレベルなんだなっていうのを把握しました、学びました。首、足と頭とあれが硬いので基本的には首と翼を狙っていきます。で切れ味がそもそもこの武器足りてないので、多分この黒煙竜、黒煙王に関してはなので、基本的には飛んで飛んで飛んで攻撃していく感じですかね。はい、一回引いて風圧で押されたけど別に問題なくて、あとあれだよね、このヨガフレームがかなり強いですね。あ、これちょっと範囲入ってる、範囲入ってる、ちょ動けない動けない動けない、くっそマジでやりやがったな。シャレン、ちょ待って、足ちょ出れない、出れないんだけど、出れないんだが、くそ、はぁ、マジで飽き、意味わかんねえ攻撃しかしてない。マジでさ、完全に読んでるんじゃないの、ハンターの動きなんて。そうとしか思えない。的確すぎるんだよね、攻撃の手が。届かない。飛んで、こっち。飛んでいく。ガンガン飛ぐ。ガンガン飛びます。どうすんの？ここ、はい。オッケー。閃光弾当てて、黄色じゃない。そうじゃない。うっそ、当たってない。は？もうガツガツ。この閃光弾を、持ってこなかったんですよ、ね。一回収録した時に。もう、故に、攻撃が全く入らず、一切合切何もできずじまいだった。だから閃光弾大量に持ってきて、他の罠をだいぶ少なめにしております。こういう対空は横から合わせる。対策一回練れればこっちのもんだからな。なめんな。はい、ここ。届いてないか。届いてる、大丈夫。ただしかし味方がいない。あ、ちょっと体力がな、低い。ガツガツ刺す。あ、ちょ待って、ちょ動けない。一回回復。
あー、変なところで回復。やばい。一回引いて、右のこう光ってるやつを取りに行く意味でも。だからなんでこれ転ぶんだよ、だから。だからさ、わかんないとこれ転びすぎなんだよな。どっちの方が大事なのか、自分が火傷状態でいいのか。マジで、こいつは。わからん。取るわ。で、大粒涙か。逃げないのかな。エキスハンター、はい、ミスっていく。はい、完全に釣られていく。防戦、なんでなんでだから飲んでないんですかね。ノートしてないのかよ。しゃあ集中。回復。だいぶ引いとけば。で、スタビレタケも食べておく。これまっすぐ来るやつ。できればまといたい。早めにまとっておきたい。乗れるかこれ。乗れる。ここ。完璧に乗りこなしても、リオレウスって、これ結構辛いんですよね。ギリギリなんですよね、これ。いやー、危ねえ、ギリギリ、マジ、ほんとに。で、体。尻尾でもいい。いやー、尻尾の方がいいかな。よし。いや、これは引くだろう。相手。いった。動けない。ノートしちゃいけない、多分。リオレウスはノートしちゃいけない。ここ飛んじゃいけない。飛んじゃいけない。よし。マジか、釣られた。釣られたー。こいつ、ほんと降りるタイミングわかんねえな、マジで。やーま、もうわかんねえ。ほんとモーションわかんねえ、こいつマジで。翼。ああ、翼か。ここは先行弾当てたいところではあるんだが、そのキラーンはおそらく、猫ちゃんでしょうね。そんだけ潜り込んでて、この火が食らってるのが正直よく分かってないんだよな、実際なんでなのか。そんな判定広いのかなっていう感じですよね、単純に。いや、そんだけ単純に判定が広いのであれば、あ、そうですか、すみません。よく分かんないんだよね、判定だけじゃないか。ひるませていく。引かれて。これはちょっとあえて行かない。寄せる。なんだそれ。なんだそれ。こっち来い、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 こっち来い。違うな、変なのやった。まあ、逃げんのか。多分そうでしょ。多分リオレウスのあれじゃないよね。あ、ちょ、わかんない、わかんない。こっち見て、掴んで、これは食ってるやつね。食ってるやつは、適当に攻撃をして、OK。で、どうする？叫ぶ。ここ、はい。OK。遠いな、大丈夫か。しっかりダメージを与えていく。まとめて。ああ、もうやっぱだいぶ、ああ、もうやっぱそうね、3個目になるとだいぶそういう感じになるのね。全くピオも全然効果を発揮しなくなっていく。これ当たるんだ。はい。そっち向く？オッケー、ギリギリ範囲内。さあ、これで先行玉使
使い切りました。ただ一応支給品に先行玉が2つあるっていうのが確認できてるので、それも使います。容赦ないんで、容赦ないんで、マジで一度売られたガチな喧嘩はガチで叩きのめすまでやる、容赦なく。一回引いて、ここ、はい、当たってない、当たってない。このタイミングアウト美味しかったですけどね。そこだ、はい、何か壊れる、頭かなんかが壊れる。これがな、入んなかった。ナイス、ナイス罠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 。動かない、ちょ待って、はい、まだまだ飲む。いや、これは多分ピオル、ただピオル。まあ終わった、終了。はい、今の回避取ったんで負けました。マジでさ、ほんと無理、意味がわからない、情け無用組手だな。よし、何が翼か、どこだ、とりあえずダメージ入ってけ。9月、どこだ、こう、こうか、ダメージ入ってる、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 よし、ここさあフレーム打たれて、はい、いやー、こっち向いた、大丈夫、いった、入った、 OK、 よし、翼邪魔、背中にダメージガツガツ与えていきたいところだが、もうやっぱこれだけ、こんなもんか、もはや。一応動けない、入れてないんですけど、入ってるんですよ。研ぐわ、はい、飛んできて、抜かずに飛ぶ、降りる、疲れてるんじゃない、明らかに切れ味が足りてないんですよね、本当にこの武器。露骨に足りてないんだ。だからもしかしたら、リオレウス戦に関しては、前に使ってた、切れ味重視の、威力重視の武器の方が、もしかしたら向いてるのかもしれない。ただ、切れ味さえ、保てさえすれば、絶対こっちの方が有利なはずだから、そこ次第。いいよ、もうここはもう、いや、これは足だけ、足で、足で取れるか、取れて、ここ、はい、大丈夫か、当たっ、うわ、その角度で当たってない、ラスト1個無駄にしてしまった。まあいいだろう、とりあえず、いや、もうこれ一回あれだわ。研ぐわ。どこやん。は？なんでそこ行ったじゃん。フレームからの逆側に回り、引く。前に出る。引く。ここも引く。ここ。とりあえずダメージは入ってるけど、ただ味方がいない、友がいないんで、いやー、まだ地面につかねえの、ここ届かない、いやー、そしてまた飛ぶ、なかなか攻撃タイミングまで来ないですよね、やっぱり。
はい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 。ちょっと待って、ミスったかもな、今のもうちょっと叩いてよかったな。これワンミスでマジで、リオレウス。ここ。いやー、ダメか、無理か。いやー、無理かも、無理かも、無理かも。あー、もうね、マジほんと毎回ギリギリ。なんなんだ。青い時は頭でいい。あー、待って、もう。なんなんだ。まだか。まだ全然体力あるのか、これ。だとしたらもうさっきの全然足りてねえな。こんだけガリガリ削れてて。で、それで、こんなにまだ元気ってことは、さっき40分ぐらい戦ってボコボコにされまくったのは何だったのか、マジで。完全に時間の無駄じゃねえか。マジでこれも、もう一発もらったら引いていいな。あ、引こう。はい、引きます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 。よし。大丈夫、大丈夫、いける、いける、いける。順調、順調。順調、順調。はい。かわしい。飛ばなくてもよかった、今のは。動けん。いいよ。なんでまだファイヤー残ってる？下げられていく。倒れて、しっぽ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 。もう倒れ慣れてきてるな。まだでもこんだけさ、乗ってこんだけ、相手倒れてんのにまだ全然ピンピンしてるって相当やっぱだから体力あるんだよな。なんだそれ。ん？どこに振ってんの？トイレいい、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 トイレいい。どこまで追っかけてるのこいつ。やってまだまだピンピンしてますね。メキサンター届くかこれ。よし。さあ、飛んで。先行玉ない。どうだ？まだか。だいぶ入ってると思うんだけどな。当たる顔面に当たっていく。はい、引いて。いや、尻尾に当たってなかったか、今の。置くか。届かない。どこまで行ってもついてきやがる。オッケー。逃げた。逃げてない。尻尾切れる。尻尾切れないのか、こいつ、もしかして。なんか破壊っぽいことしてるんだ。じゃあ、マジか、それ。待って、ああ、そっち溜めるやつ。はい、はい、はい。よし、やっと使わせさせた。30分。こんだけやって、やっと。嘘でしょ？え、なんで？俺結構ゆっくり来たのに。ゆっくり来すぎた。マジかよ。完全に止まったの見てる。まあいいや、しゃあない。だってでも疲れてるのは事実だから。そこしっかり。相手に隙作らない方向で。ぐるぐる回ってるな。覚えてない。真正面ね、真正面しっかり当てていこう。ダメージ当てていこう。
フレイム飲む、届く、どんだけ遠距離届くんだよ相手。やばい、やめてやめて、これがこうなってる時は回れない。ここ、あー、やらかした、危ない。ゴム置いとこ、置いとこ、置いとこ。はい、さよなら。バカじゃねえの、まじ最悪かよ。いやー、待って、これなんだよなー。こいつの一番の嫌なところ。マジで、そんなところからさ、飛んでこられるなんて思ってないじゃん。どんだけ遠くから狙撃できるんだよ。最強すぎんだろ、マジで。お、いない、いない。こっち。頭、はい。遠い。あー、これはまずい。あ、終わっ、押し込められて、大丈夫。届かないよ。最悪、マジで。どんだけ分かりきられて、いや、倒れろ倒れろ、くっそマジか、ダメか、あー、キッズ。で、こっち向いてこう合わせて、はい、よし、あー、倒した、もう長時間かかった、本当にマジで、これ一発目がこれってさ、ちょっと本当に、いや俺回で、回の一発目のこれで、これ無理ですわ。あ、ディオレウスでこれだもんな。ディオレウスでこれとかさ、ディノバルドとか確かいるよね、二つなって。絶対勝てないでしょ。どんだけアイテムあっても足りないだろう、これ。飛竜の延髄。いや、マジで厳しい。こう、なんか俺のモンハンの限界がそろそろ多分近づいてきてる感じがすごいしますね。やってて。これ以上は何もできない、させてもらえない感じ。いや、こんだけ対策練ってきて35分かかってんだもんね。いやー、難しかった。本当に厳しい戦いでした。また次のパートでお会いしましょう。モッティでした。お疲れ。